んばんは、タツニーです。こんばんは、ユミネです。ねえねえ、村尾今度メジャーから帰ってくる人知ってる？急にチコちゃんみたいになってんちょっとやってみたかったんだよね。分かった分かった、さすがチコちゃん、5歳なのにいろんなこと知ってるんだね。だいたいみんなこれで答えるんだけどな急に振られてびっくりしたよ知ってるよ、マー君だろ。知ってますね。ねえ、マー君。よくぞ、はい、お帰りなさいっていう。ヤンキース、うん、金がなかったんじゃねえか。いやだけどさ、うん、まだまだメジャーで通用する選手がさ、そうだよね、日本球界に戻ってきてくれるっていうのは本当嬉しいことだよね。まあちょっと黒田の再来だよな。そうなの、男気を感じます。うん、本当に、まあそれも楽天っていうな、ね、そう、出身のなところにな、なんかさ、ノムさんがもうちょっと長く生きてたらさ、うん、見せたかったなって思いました。まあきっと喜んだろうな。そうだよね。あのね、もう一人すごい喜んでるやつが、うん、札幌近辺にいるらしいよまあ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 、それはね、まあまあまあ、うん、いいじゃない、これ今度は投げ合うことになるかもしれないよもしかしたら我がファイターズの中田翔選手はですね、ああ、なんだって、なんだって話を変えてる同じチームだけど、インタビューで、はいはい、インタビューで、うん、マー君が帰ってくることについてどう思いますかっていうふうに言われて、うん、素直に喜べないと。なんだって、手も足も出ないっていうのはこういうことかっていうのを分からせてくれた人が田中さんなんで怖いっすって言ったそうです あそう、あの中田翔が、うん、そうそうそう、一個下になるんだね。あ、年はね、今、うん、マー君32か、うん、まだいけるな。いけるいける、まあ、一応2年契約になってますけど、うん、1年終わったらちょっと話し合いでっていう風に言ってましたよね。え、まだメジャーに帰る色気があんだ。うん、あ、そう、帰ると思うよ。あ、そう、でメジャーあれですもんね、うん、8年だから、うん、8年やったから、うんうん、あと2年ぐらいやらないと年金も出ないじゃないですか、うん、そんなちっちゃいこと考えてんのかよ違う、マー君じゃなくてこれは私の意見ね。あ、そうか、マー君そんなもう一生分もらってる金をあ、勝手にマー君の奥さんになった気分で今言いました。あ、そういうことか、うん、あと2年もう一度戻って頑張ってもらおうかなと。まあまあ、日本人がメジャーで活躍するのはまあそれいいことだからな、うん、楽しみだな。いいよね、うん、キャンプインもしたし、それでは今夜も参りましょう、うん、はい。タツニー、ユミネーの俺がやらなきゃ誰がやる。この番組は全ての日本人拉致被害者救出のために活動する特定失踪者問題調査会の提供で、札幌ラジオワンダーストレージ FM ドラマシティをキーステーションに、秋田コミュニティ放送、鶴ヶ FM ハーバーステーション、米子だらず FM、 FM イズムをネットしてお送りします。さて、今日の北海番外地は、はい、ここでね、皆さんに重大なお知らせをしなくてはなりません。はい、2018年の11月から始まった我が番組、はい、タツニーユミネの俺がやらなきゃ誰がやる、はい、突然ではありますが本日で最終回となります。はい、これはね、いろいろあるんだけど、はい、まず今のこの北朝鮮情勢ね、はい、を考えるにあたって僕の本業は、はい、北朝鮮向けラジオ放送潮風を
メインに制作してるわけですよ。はい、1月末に調査会の幹事会があって、はい、まあ、そこで今後この拉致問題をどうしていくかという話になったんだよね。うん、で今さ、やっぱコロナもあって活動が全然できないじゃない。はい、国内の集会とかもできないし、そうです ね, ね、うちの潮風コンサートだって延期になったりさ、うん、してるじゃない、はい、でなかなかこう啓発ができないと、はい、その中でまあラジオってすごくいい手段だと思うんだけど、うん、それ以上にみんなやっぱさ、コロナのことが今一番頭にあるよね。そうですね、うん、で北朝鮮に囚われている被害者のことってやっぱりどうしたって二の次になるというかさ、うん、頭の中にはあったとしても、じゃあそこで何ができんのかっつっても、もう集会もなきゃさ、うん、テレビでもやらないとなると、うん、なかなかこう進んでいかないよね、今の現状。日本の状態ってそうじゃない、やっぱり、まあ、その中でさ、じゃあみんなが動けない中で、はい、この北朝鮮向けのラジオ放送の潮風っていうのは、はい、北朝鮮の内部に向けて直接いろんな情報を送ることができるんだよね、うん、一番の正面は北朝鮮が妨害をしてくるってことなんだ、うん、以前にもまあね、この番組で北朝鮮の妨害電波の、ね、音を聞いてもらったりさ、うん、その話はしたことあるんだけど、うん、はい、それをまあ繰り返して言うと、うん、潮風という北朝鮮向けのラジオ放送は、はい、2005年の10月30日から始まったわけ、はい、で北朝鮮は2006年の4月の終わりから現在に至るまで、うん、ずっと妨害をし続けてるのね、うん、その妨害をするってことは、うん、この潮風という番組が北朝鮮にとっては、はい、北朝鮮の人民には絶対に聞かせたくない内容だから妨害をするわけでしょ。そうですね、うん、効果があるということでしょ、うん、だったらまあ今こうやって国もね、正直言って全然動けない状態で、うん、じゃあ何が一番効果発揮できるのかっつったら、やっぱこのラジオで内部にいろんな情報を送ることによって、うん、はい、突破口の一つにしようというさ、うん、それしか今できないよね。そうですね、うん、まあ、それを考えた時に、うん、ちょっとここでもう一度アクセルを強く踏んでいこうという話になったんですよ、はい、そうするとですね、うん、大変なんですとにかく、うん、やることが多くってね、うん、まあ、もちろんこのオレアラも、はい、今はまあリモートで収録してるし、うん、まあ、この編集作業も結構時間かかるんだよね、はい、まあ、特にまあこの1年はずっとコロナがあったんで、もうリモート収録になって、うん、まあ相当なね時間がかかるんですよね、はい、皆さんのお耳に届く間には、うん、まあ、もちろん潮風も同様で、はい、やっぱ編集にはね結構な時間がかかるんで、うん、この内容を刷新して強化していくにはちょっと時間が欲しいと、うん、で優先順位から考えると、やっぱりこの北朝鮮にいる被害者の人たち、あるいは北朝鮮の人民に正しい情報を送るということが、うん、まあ、優先順位は高いであろうということで、はい、これまでね2年ちょっと札幌ラジオワンダーストレージを聞きの皆さんは2年ちょっと、はい、他の地域も少なくとももう1年はやってるんでね。そうですね、うん、たくさんの皆さんから、はあ、初めてこういう拉致問題の話を聞いたとかね、うん、こんな地域に、自分の住んでいた地域に拉致被害者がいるとは知らなかったとかね。そうですね、いろんな反響が ねいただいてね、うん、もう、まあ、これが一番のやっぱこの番組の狙いだったし、うん、はい、もっと多くの人に北朝鮮がたくさん拉致をしたんだよということ、うん、それから北朝鮮の拉致は海岸だけでやってるんじゃないよと、はい、もっと身近な問題なんだよということを、まあ、少しでも伝えられたらなと思って始めた番組なんだけど、はい、まあ、ちょっとの間この北朝鮮の被害者に向けた番組を強化するためにね、はい、時間もらえないかなと思って、はい、苦渋の決断なんだけど、うん、今日で最終回ということにさせていただきました。はい、まあ、ユミネもねレッスンがあったりいろいろして忙しい中手伝ってくれてね。いえいえいえ、これは正月の特番の番組でも話したけど、はい、やっぱりねこの番組のコンセプトにはとってもユミネは重要で、一般の目線がやっぱり必要なんだよね。はい、やっぱり聞いている人たちと同じ立場でユミネは
位置づけられるから、うん、はい、みんなの疑問にも答えられるし、うん、みんながおかしいなと思ってたりね、あ、かわいそうだなと思ってたりするところにユミネの感情表現が入ったり、はい、ちょっとこうした方がいいんじゃないのっていう意見が入ったり、まあいわゆる普通の人たちの代弁をしてくれることによってよりみんなにそれが伝わりやすくなるというか、うん、それはね、この番組始めるときに、まあ、ユミネにお願いしたときに一番やりたかったこと、ちょっとお役に立てたかどうかはちょっとあれですけど多くの拉致問題の集会とか、うん、いろんな勉強会でやっぱりね伝わらないことってたくさんあってさ、そうですね、うんうんうん、これは本当一部の専門家だけの問題じゃなくて、うん、同じみんなの周りにいる人たちね、普通の人たちが、うん、はい、そのターゲットになっていて、うん、本当にね身近なところから人がいなくなっちゃうわけ、うん、北朝鮮はものすごく巧妙にその罠を仕掛けるわけだよな、うん、連れていくために、はい、だから皆さんは本当に気づかないうちに近寄られて連れて行かれてる、うん、はい、まあ、実際に今ね800人900人という人たちが連れて行かれているであろうというふうに調べて分かっている中ではね、うん、それだけの人たちがいるんだけども、はい、もっといる可能性もあるわけだよ。そうですね、うん、あの、うん、いなくなっても家族が騒がないとか、うん、そういう人を狙ってるケースも絶対あるからね。家族がいない人もいるかもしれないしね。そうそうそう、うん、そうするともういなくなったって誰もわからないわけだよね、うん、あいつどこに行ったんだろうって程度で終わっちゃったりするわけで、うん、うちが調査してるのはやっぱりご家族の皆さんが警察に行っても相手にされないとかね、うん、はい、警察に探してもらったけどもうそれっきりだとかね、うん、それでももう30年も40年も帰ってこないんだよとかね、うん、そういう人たちがものすごく多いんでね、うん、そうなってくるとやっぱり拉致の可能性っていうのを一つ考えざるを得ないっていうことになってくるから、うん、そういう意味では家族が騒いだからこそ初めてわかるっていうことになるわけだよね、うん、ですね、うん、だからね実際に何人の方が連れて行かれてそれが今北朝鮮のどこにいてっていうのは、まあ、正直言ってまだわからないんだけど、うん、知ってるのはもうもちろん北朝鮮だし、うん、でその中に情報を送っていくことによって、はい、もしかすると北朝鮮の中でもこれはおかしいと思ってる人がさ、うん、いるかもしれない、いるかもしれない、ね、うん、でもう番組の潮風の中ではね、はい、もしそういう情報を出してくれれば、うん、必ず日本政府は支援をすると、うん、まあ、ぶっちゃけ言ったらさ報奨金出すから情報をくれみたいなね、うん、そういうことまでやっぱりこうどんどん注入していかないと、はい、本当に大きな動きってねもう作っていけないよね。そうですよね、本当に外交だけでやっていたら、うん、やっぱりみんなもねなんとなく感じると思うけど日本ってとっても外交に弱いというか、うん、弱腰というか、うん、綺麗に収めようというか、うん、いろいろ顔色を伺って言いたいことが言えないっていうか、うん、あれね、まあそれ見てると普通の人でもわかるじゃない、うんうん、まあ、実際ねよく言うけどその相手は北朝鮮だからとかさ、うん、そういうこと言うけど、うん、はい、もし本当にこの国が自分の国民のにね自分の国民の、うん、生命と財産を守るって本当に思っていれば、たとえ相手が北朝鮮だろうと、ね、たとえアメリカだろうと、うん、やっぱりそういう行動を起こすと思うんだよね、うん、でも僕がこの仕事始めてすごく思ったのはやっぱりね相手を刺激しちゃいけないとか、うん、そういうことをねその窓口である外務省はすごく言うんだよね。うん、相手刺激しなくてさ、うん、どうしてその交渉ができるんだよって思うんですよね。何もできないですね。ね、うん、それって頭下げてお金払って返してくださいっていうようなもんじゃない。う
うん、それでも返してくれないんだからね。そうでしょ。だってさ、1万歩を譲ってさ、もしそうしたとしたってさ、はい、取られるだけ取られて、そうですね、多分騙されるだけだと思うよ。うん、全ての被害者なんて取り戻せないと思うし、うん、やっぱね、そのいい例が2002年の小泉訪朝だと僕は思ってる、はい、これは本当に僕の個人的な意見だけど、うん、はい、やっぱりあれはね、日本が5人の拉致被害者で手を打ったんだよね、うん、北朝鮮に謝ってね、謝罪すれば国交正常化をしてやると、うん、で、あの当時言われていたのはね、2兆円とかね、はい、1兆4000億円とかいう、うん、まあ金の話もあったわけ、うん、まあそれをあげますと、うん、さらに食料支援もしますと、はい、ね、その代わりあなた認めて謝ってくださいと、うん、それで国交正常化をすれば日本からね、いろんな、例えばインフラ整備をするとかね、うん、そういう支援ができますよと、すごくやっぱり情報を、まあ、取引条件を良くして、うん、まあ、キム・ジョンイルも当時は多分ね、うん、その金が欲しかったんだと思うんだよね。あともう一つやっぱね、当時アメリカはとっても北朝鮮に対して強硬に出ていて、うん、もしかすると北朝鮮が空爆されたりね、うん、あるいはキム・ジョンイルが殺されるとかね、うん、そういうことになるかもしれないという世界情勢があったわけ。そうですね、うん、その中でじゃあ同盟国である日本とうまくやれば、うん、もしかするとアメリカはね、うん、日本に拉致、日本人の拉致被害者がいるから空爆しないでくれと言ってそれを止めてくれるかもしれないという、絶対そういう打算もあったと思うわけ、うん、その2つが相まって、はい、ああいう日朝電撃包丁みたいなことになるんだよね、うん、としか思えない、うん、で小泉首相は外務省が仕立てたそれに乗っかったんだよね、うん、これがね、あの2002年、僕がこの仕事始めてもう17年ぐらいになるのかな、その中でいろいろ勉強してきて、やっぱそこにあるんだなと思って、はい、ある意味それをやったことによって、うん、国交正常化はなされてなくて、はい、金も当たったかどうかわからんし、うん、食料支援もしてないんだから、うん、北朝鮮から側から見れば、うん、日本は嘘つきってことになっちゃう、ね、なっちゃうんだよ、はい、それで日本側はもう5人で手を打ったんだよね、うん、だって当時 ね、うん、取り返したっていう話でなるけど、当時はさ、うん、一時帰国だったんだから。そうですよね、うん、最初の約束というか、そうそうそう、だから返すっていうことを前提に契約してるわけだよ、北朝鮮に話しつけたわけだよな、うん、まあ、もちろんその後にもうそんなの、うん、そんなのは破棄して返さないという選択肢も持っていたかもしれないけれども、うん、それは話を進めるためにうまくこうやったんだと、後からでもいくらでも言えるけどさ、うん、でもそこでその手打ちをしたっていうのは事実として間違いないと思うわけ、うん、でそれがうまくいかなかったから今後北朝鮮のとの交渉は非常に難しくなって、はい、うん、というのは一つの、まあ、想定できることだと思うんだよね、うん、でまあそれ以降事実2014年のストックホルム合意まで北朝鮮が再調査をするということが進むまでは、はい、まあ、何も進まないわけだよね、うん、日朝協議とか6者協議とかいろんな形で北朝鮮に対して日本はアプローチはしていたけれども、うん、まあ、どれ一つとして答えには結びついてないよね、誰一人帰ってきてないんだから。そうなんですよね、うん、その局面をやっぱ打開しなきゃいけないから、まあね、あの安倍前総理だって自分が行って北朝鮮から救ってくるって言っても結局行くチャンスはなかったし、うん、今菅総理だってねそういう意気込みでいるって言ってるけど、まあ正直このコロナの状態でさ、どこまでそれができるのか、はい、うーん、今ねオリンピックを機会にして、
オリンピックで北朝鮮を呼んでそこで話をするっていうことまで出てるわけ。うん、まあ、もちろんそれもやり方のうちの一つかもしれない。一つですね。うん、まあ、そこで何か突破口ができればさ、うん、まあ、それは有効的に使ってもらって構わないけど、うん、それにしても積極的に北朝鮮に対して返せという動きっていうのはなかなかできてないのが現実だから、うん、もうこうやって30年も40年も放置してるってことが続いてんだよね。うん、まあ、だから実際そのこれは外交交渉で取り戻すってのは本当に難しい話で、はい、まあ、その中で我々民間が何ができるかって言った時に、まあ、このラジオ放送をやって、うん、とにかく生きる希望を持ってもらいたいと、うん、中にいる人たちにね、うん、もう絶対絶望してるわけだから、もう二度と帰れないと思って、ね、うん、その時に今助けるためにいろんな手立てを打っているし、とにかく日本人はみんなを見捨ててないですよということをやっぱ伝えていくということで、生きる望みを希望を持ってほしいと、はい、いうことで始めたんだよね。うん、でなおかつ北朝鮮に対していろんな揺さぶりをかける情報、これは真実の情報を入れていくことだよ。はい、北朝鮮がどうやって世界から見られているのか、うん、ね、北朝鮮は実際こういうことをやってる、うん、まあ、そういうことをニュースで伝えていくということをやっていく中で、はい、まあ、妨害をしてくると、うん、まあ、いつもねこの番組で聞いてもらってた家族の人たちがね、はい、直接その人に呼びかけるメッセージまで北朝鮮は妨害してくるっていう、うん、まあ、これはもう本当に繰り返して言うけど、絶対に中に被害者がいて、うん、はい、北朝鮮はそれを放送を聞かせたくないから妨害をしてくるということなんだよね。うん、そうですね、うん、我々は本当政府機関ではないから、うん、直接的に何か北朝鮮に対していろいろやることってのはできないけれども、うん、電波は自由に送れるから、はい、ね、今やもう総務省が免許を下ろして放送もさせてもらってるぐらいまでね、政府に対しての認識もできたし、うん、はい、今こそこれを強化して、うん、もう一度ね原点に戻って、はい、立て直してやっていくというのは、まあ、一つの考え方やり方でもあると思うんで、皆さんとはね、うん、ちょっとの間、はい、お別れをします。はい、再会再放送じゃねえよな。再放送じゃないでしょ、うん、再びこの俺やらを再開するということは、うん、お約束しましょう。はい、うん、まだまだ知らない人たくさんいるしね。そうですね、もっとこの番組やってそれに気づいたしね。うん、まあ、一部に関係者も聞いてるって話だし治安機関の皆さんも聞いてるって話だし、はい、まあ、いろんな情報の活用の仕方してもらって構わないと思うんだけど、うん、毎週毎週こんな拉致問題を取り上げる番組ってなかったと思うし、そうですね、まあ、それもこの辰巳ユミネスタイルというか、うん、ハードルを低くしてね、はい、一般目線と同じ感覚でこういう話をするっていう番組は絶対ないから、うん、まあ、それも一応私今回の幹事会で特定失踪者問題調査会の幹事長になりましたけどこれまたなんか幹事長ね、うん、すごい肩書きですねいやさ、幹事長ってね言われた時にさ、いやそれちょっとさ嫌じゃない、なんか同じかよ俺って思うじゃん、裏のなんかね俺はもっといい人だからね見た目的にうさんくさくないから見た目はね本当にね、それ二階さんでしょ、何固まってましょうか固まんのということで、ね、皆さんたちに本当にいろんないい反響をもらってね、うん、ありがたかったんですけど、はい、今日この放送をもって一旦休止ということになりました。はい、長々と喋ってしまいましたけど、まあ、残り番組の後半はいつも通りやっていくんでね
まあ、はい、とりあえずご報告ということで、本当、うん、はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。夏姉ゆみ姉の俺がやらなきゃ誰がやる。さーて今日の俺がやらなきゃ誰がやる。ねえねえ村尾今日もういい、何いいよ、もちこちゃんはもうバーッと生きてんじゃねえよっていうそれほっとしてんじゃねえよ、どっかで使いたいんだろまたはそれで今すごい電力が少なくて電気代が、うん、電力自由化ってあったでしょちょっと前に。ああ、あったあったあった。はい、それで市場連動型プランっていうのを選んじゃった人が、うん、いつもの電力の4倍の請求が来てるっていう話とか知ってます？全然知らない。あのさ、うん、ここのとこすごい寒くって、うん、電力不足だとかいうニュースあったじゃない。うんうんうん、そういうのとも関わってるわけ。関わってるっていうは、うん、言えばそうかも。あ、そう、まあ日本って原子力発電が今ほぼストップしている状況じゃないですか。まあ、震災後からね、うんうんうん、で、まあ、今火力発電が主に、うん、メインだよな、電力をそうしてるんですね。で、あと、うん、各お家でソーラーパネルであれしたりするところもあったりするじゃないですか。余ったら売っちゃうとか言うんだろ。そう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 、うんうん、そういうのもなんかこうエコだよっていうので、こういろいろ電力自由化っていうのが進んで、うん、なんかこういろいろプランを自分で選べる時代になったんですけど、ね、東京電力に金払うんじゃなくて、うん、なんかそれをやってる例えば東京ガスとかな、そうなんです、そうなんです、そういうとこと契約するときに、うんうん、その何変動プランそうがあるんだ。市場でそうっていうのがあって、なんかどれに入っていいか分かんないぐらいたくさんあって、そうよ、私結局いろいろ調べたんですけどそのまんまなってたんですよ。まあ、結構そういう人多いと思うけどな、うんうんうん、でもねそのまんまでよかったなってちょっと思ったことがあって、うん、その市場連動型プランっていうのは、うん、今すごい、火力発電がさっき一番だって言ったじゃないですか、うんうん、その火力火をつけるに液化天然ガスっていう、うん、LNG っていうのを使うんですって、うん、へえ、うん、これはさすがチコちゃん5歳なのにすごいことよく知ってんなぼーっとしてんじゃねえよそれでそう、それでね、うん、その LNG を、うん、オーストラリアとかマレーシアが生産してるのね、うん、だけど海を渡ってこなきゃいけない、陸路じゃ来れないじゃない、やっぱ島国なんで、うんうんうん、で日本に届けるまでには液化してから運ぶんですよ。あ、液化天然ガスだから、そうそうそう、うんうん、液化して、だけどそれって液化するんだけど気化しちゃうから長期保存っていうか備蓄ができないんですよ。あ、なるほど、うん、なので結構そのコストがかかる、うん、ロスも多いんだ。そうなんです、そうなんです、うんうん、で結構日本はこれに一番頼ってて、うん、LNG に、うん、まあ国内 40% ぐらいを頼ってたらしいんですよ、うんうんうん、2位がドイツなんですけど、うん、でここに来てなんとまたここで中国が出てくるんですけれども、うん中国がオーストラリアとちょっと仲が悪くなって、うん、今までオーストラリアから石炭を買っていたらしく、うんうんうん、それがまあ関係悪化のために輸入できなくなって、うんうん、LNG にシフトしたらしいんですよ。それでもうこう世界で争奪戦、 LNG の。はあ。そうなんです。それですごい値段も本当にすごい上がっちゃってて、うん、でこれが大変なことになってて、でまあ運ぶにも時間もかかるし、まあ気化しちゃうし備蓄もできないしっていうので、今すごいなんか電力にするのに大変な
ことが今起きているのね。だから電気代が上がっちゃうと。そうなの、そうなの。その市場連動型プランというのは、そこにすごい、今ね、60万件ぐらいあるんだって、日本。結構いるんだね。そう、そのプランを申し込んでる、うん、まあ、企業も、個人のお宅もそうなんだけど、で、やっぱりその、お店やってる人に聞いたら、うん、まあ、去年の4倍ぐらい上がったっていう。電気代が。そう。そのプランに入るときに、うん、まあ、いろいろいいことをやっぱり言うわけじゃない？まあ、だから市場連動型だから、普段は安かったりするわけ、ちょっと。そう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 。うん、だから、まあ、絶対にそのなんか、戦争とか起きない限り、大丈夫ですよみたいなことを言われて入ったと、うん、最初は、うん、そしたらこれがそのこんなことになっちゃって解約できないとか、へー、だから入るときに、まあ、リスクもやっぱりこうやって自由化になってるから自分で選べる自由もあるけれども、うん、まあなんかちょっとお得感に目を奪われがちで、リスクもあんまり考えず解約とかも、なんていうのかな、どのぐらい契約したら解約できるとか、そういうプランみたいなのもあるみたいなんで、そう、縛りがあるから、うん、そういうのも、もう要確認しないといけないんだなっていうことになってるみたいですよ。はぁ、うん、最後の話題としては、ずいぶん硬い話題だな。そうだよね。いや、さっき中国の石炭の話あったけどさ、うん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 、今北朝鮮と貿易を経済制裁でやめてるじゃない、うん、で北朝鮮ってね石炭すごい輸出してたんだよね。ああそうですよね、うん、山掘ると石炭とかレアメタルとか、うん、結構北朝鮮はさ、そうそう、資源としてね、レアメタルだ、うんうんうん、使ってたんだけど、うん、まあ、一応国際的な経済制裁をやってるから、はい、それができなくなるわけでしょ、うん、だから中国はまあ、その分をオーストラリアとかそういうところから買ってたと思うし、うん、そうなんですよね、うん、今度それができなくなって、うん、こうそういうところにシフトしていくと、うーん、まあ、元を正すと北朝鮮もつながってんな、なんかな、そうだね、うん、うーん、もともとね北朝鮮っていうのはさ、はい、まあ今ほらね核ミサイル作ってるわけじゃない、でも原子力発電所ってないから、うんうんうん、やっぱりね火力発電なんだよ、うん、でね火力発電と水力発電がメインなんだけど、うん、燃やすものはさ、まあ、石炭とかそういうのは別だけど木とかも燃やすんで、うん、まずそれで電力がないんだよね、うん、で冬はさマイナス20度とか30度になるから、うん、そうですよね、川とかダムが凍っちゃうんだよね、うん、そうするとそうですか、うん、水が流れないから水力発電もできないじゃない、うん、だから冬場になるとものすごい電力がなくなって、うん、まあ、さっきのコーナーで話した妨害電波を出すのもすごい大変なんだよね、うん、だからピョンヤンなんかは1日ね4時間ぐらいしか電気来ねえんだって、うん、なんかでも何ちょっとお偉いさんたちはタワマンとかに住んでるじゃないですか、うん、そうよ、そう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 。ハリボテか知りませんけど、うん、いくつかは住んでるかもしれないけど、はい、いくつかはハリボテだと思うよ。そうですよね、うん、でもそしたら何階段そうよ、そうよ、電気来ないんだから階段で登るのかな、うん、だって外国人用のホテルね、うん、まあ今はなかなか入っていけないと思うけど、そういうとこだって、うん、よくツアーありましたよね、あったでしょ、うん、だいたい2泊3日で30万とか そのぐらい取るわけだよ、うんうん、そういうとこのホテルだって、うん、真っ暗だって、もう他のフロアは、その人たちが泊まってるフロアはついてるけど、そう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 、他のところはもう真っ暗なんだ、そうそう、だからロビーとかも暗いんだって、へえ、なんでこんな暗いんだって言ったら雰囲気を良くしてるとか言ってたらしいけどさムーディーにしてるんですね。そうそうそう、物はいいようでさ、物はいいようだね、うん、なんかそのつながりの話で言うとさ、朝みんななんかね、うん、通勤一応してるんだけど、うん、ほとんどの人がまあ歩いたり自転車で行ったりしてるのでね、うん、なんでそうなんだって言ったら健康のためだって言ったんだって、うん、物は言いようだよな本当ですね、うん、まあ、そのぐらい北朝鮮は電力がねやっぱ貴重だから、うん、まあある意味は日本も
それに近いようなことが起きようとしてるんだな。そうなんだよね、ちょっと大丈夫かなって思っちゃう、まあ、なんか何年か前にほら北海道がブラックアウトした時があったじゃないですか、うんうん、あったあったあった。私もまあ今年は全然帰ってないですけど、うん、それまではもうちょっとちょこちょこ帰ってたんですけど、うんうん、もう帰るたびにソーラーパネルがすごいどんどん増えてって、うん、そうだよな、なんだけ電力作りたいんだよって思ったんですよ。木とかも伐採しちゃって。どんだけだな。本当そう思ったよ。なのにブラックアウトするってどういうことってすごい思いました。あ、そうな。蓄電の技術とか能力ってまだまだ限られてるからね。うん、そうだね。その辺の技術とかやっぱ進まないと、うん、難しいんだなって思いました。うん、まあ、もちろん別に原子力発電がいいってわけじゃないけどさ、自然エネルギーにどんどん変えていくっていうのは大事だけど、うん、やっぱりそういう意味ではいろんな技術をもっと発展させていかないと、うん、日本はやっぱ資源がないからね。そうですね、いろんな意味でそういうことが起きてくるよな。いろいろそういうなんかまあ工夫というかね、うん、なんかそういうのが必要になって、技術とかもね必要になってくるんだなっていう、うん、しかし電気代なんて言うんだから相当みんな身近な問題だよな。うん、まだまだ寒いからなね、うん、そうですよ。いや東京だってすごい寒いですもんね。うん、寒いからな、うん、まあ当然今ファンヒーターとかエアコンとかな、うん、まあ、暖房も電気使うもんばっかりだからな、うん、マンションの中に住んでたら灯油はダメですとかさ。ああ、そうだよね、うん、そんなことも起きるから、うん、そうです。なんだ、うん、チコちゃん5歳なのにずいぶん勉強したな今日は。またチコちゃんかい。ね、ということで、なんかタツニーがやらせてんじゃん。違うわ。ということで今日は、まあ、みんなの身近な電力について話してみました。はい、ユミ姉の俺がやらなきゃ誰がやる。さーて今日の家族の絆だ。はい、今日はね、うん、先週もお届けした中村美奈子ちゃんのお母さん中村邦さんと、はい、同じ時に韓国の、うん、韓国と北朝鮮の38度線から呼びかけたね、はいはい、1976年に埼玉県の川口からいなくなった藤田進さんの弟さんで、はいはい、藤田隆さんの、本当これも壮絶な呼びかけだよな。そうですね、まず聞いていただきます。はい、藤田進、兄貴、弟の高志だ。今初めて北朝鮮のすぐそばに来てます。必ず必ず日本に間もなく戻れると思います。体を大事に、諦めず待っててください。もうすぐです。元気で、間もなく会えます。よろしく、という呼びかけなんだよね。いやこれはあれですね、以前も聞かせていただきましたけど、うん、もう本当に感極まって、うん、もう届かんばかりに本当すぐそこが見える状況でお話しされてるわけじゃないですか、北朝鮮、うんうんうん、もうそれが本当に目に浮かぶっていうか、うん、ね、なんか、ね、本当に一生懸命活動してるからね。そうですよね、いやなんか知ってるからこそなおさらこうグッときちゃうものがある。本当だよね、藤田さんは写真が北朝鮮から出てきたりね、はい、まあ、いろんな形で北朝鮮にいるっていう証拠がいくつも出てきてるんだけど、政府認定は受けられていない特定失踪者という立場でね。そうですよね、まあ、それでも本当にそういう存在を知ってほしいと思って一生懸命活動しているね、うん、方なんだよね。はい、さて続いてはですね、はい、やっぱりこれ最後に聞いといてもらいたいなと思うんで、
はい、1977年に新潟県からいなくなった横田めぐみちゃんのお母さんの早紀江さんの呼びかけを聞いてください。はい。北朝鮮にいる横田めぐみちゃん、元気にしていますか？お母さんですよ。あなたがいなくなって長い間本当に探しました。どんなにみんなが悲しいんだか分かりませんけれども、あなたがそこにいるっていうことが分かって、私たちは必ずめぐみちゃんを日本に返そうと一生懸命に頑張ってきました。ただ体を壊さないでほしいのです。必ず会えるから。家族みんながあなたの帰ってくるのを待っていますし、たくさんの日本の方も一生懸命にそれを願っています。めぐみちゃん、明るいあのめぐみちゃんが、あのままのめぐみちゃんが元気で帰ってくることを、毎日毎日たくさんの人と一緒に神様にお祈りしていますよ。必ずそのことが実現することを、もうすぐだとお母さんは確信しています。頑張ってね。元気でいてくださいよ。お願いします、という呼びかけなんだよね。まあ、うん、早紀江さんだけじゃないと思いますけど、うん、もう皆さんもご家族の方々はもうそこで時が止まっちゃってるんですよね、うんうんうん、もうそれが本当に切なくて、うん、もうどこにも怒りも持っていけないし、うん、こう全部ストップしてしまって、いまだにお母さんはめぐみちゃんって呼ぶし、うん、なんかどうにかこう戻すことはできないけど、うん、時を戻すことはできないけど、うん、ちょっとずつでもなんか進めてあげられたら本当にいいのになって思いますね。本当だね。まあ本当にね、政府が認定していても認定していなくても、はい、本当に残された肉親のご家族の気持ちは全く変わらないし、うん、そうですね、みんな一緒ですよね、うん、このお二人だってさ、もうごく普通の人だからね、うん、そうですよね、うん、うん、たまたま自分の家族が北朝鮮に連れて行かれちゃっただけで、うん、もう自分たちの人生まで全て狂わされちゃってるわけだよね。本当そうですよ、うん、それを知っていてね、取り返せないっていうのは、うんうん、やっぱりおかしいよね。そうですね。もし自分の家族だったらさ、うん、同じ目には本当に合うんだからね、うん、そんなことを許しておける、放置しておける、こういう状況っていうのは絶対変えないといけないもんね。うん、本当そう思います。だからね、まあ、うん、たくさんの本当普通の皆さんは普段生活してる時になかなかこういう問題ってね、はい、常に考えてるわけじゃないと思うけど、うん、はい、もし自分の家族がそうなっていたらってね、うん、本当にそう思って、まあ、何か起きた時にね、うん、みんなでこう声を上げるのに力になってもらいたいし、そうですね、うん、やっぱり本当に国民がこれを認識して、こんな状況おかしいんだっていうふうにならないと、うん、やっぱ国だってね、切羽詰まって動かないよ、うん、と思います。はい、うん、まあね、本当俺やらでは毎週毎週ね、うん、もう延べ100人以上の方たちの呼びかけを聞いてもらいました、はいはい、まだまだ紹介して、しきれてない人もいるしね、うん、紹介しきれない事案もあるんだけど、はい、ぜひこういう人たちが本当にいて、うん、苦しんでいると、家族と会えなくて苦しんでいるということを分かっていただいてね、うん、そうですね、うん、心の片隅にちょっと置いといてもらいたいですね、うんうん、ということで今日は1976年にいなくなった藤田進さんの弟さんの藤田隆さんと、1977年に新潟から拉致された横田めぐみちゃんのお母さんの横田早紀江さんの呼びかけを聞いていただきました。はい。夏姉、ゆみ姉の、俺がやらなきゃ。
誰がやる。さて今日の音楽紹介だ。はい、まあ、とりあえず締めくくりの一曲として、はい、今日は最近ちょっといろんなとこで話題になってるユミネの渾身の帰りたい、はい、渾身の、うん、はい、ありがとうございます。もう一回レコーディングし直さなきゃダメなぐらい渾身の帰りたいだよ本当ですね、うん、CD とはまた全然違う感じの、そうね、あまりにも感情が溢れすぎてる渾身の帰りたい、はいということで、はい、まあ、とりあえずの締めくくりで宇佐美由美子ユミネーで帰りたい、聞いてください。はい、殺して声を出さぬよ、暗闇の中響くメロディー、心支える歌、眩しいあの頃、友達の笑顔、無邪気に笑い語り合ってた穏やかな日だまり、泣いて泣いて泣き疲れて受け入れるしかない、部屋の片隅、失意に震え、唇噛みしめ、帰りたいよ友のもとへ、帰りたいよ、なぜ私が帰りたいよ、誰か助けて、この声に気づいてよ、あとどれくらい待てばいいのでしょう、南の空に輝く星に追いかけてみるけど、あれから何年過ぎていたでしょう、霞む記憶はまぶたににじむ、心はあの頃のまま、生きて生きて生き抜くことで、きっと必ず会える、耐えて耐えて心隠して生きるしかない、帰りたいよ今すぐにも、帰りたいよなぜダメなの、帰りたいよもう一度合わせて、諦めきれない、
ことできっと必ず会える。泣いて泣いて泣き疲れて耐え忍ぶほかない。帰りたいよ母のもとへ、帰りたいよ父のもとへ、帰りたいよ帰りたい私のふるさとへ。さーて今日もエンディングになっちゃったよ。早いね。あっという間だな本当にな。ですね、うん、東京離れが今コロナで東京都心離れっていうのかな。何コロナ疎開してんのみんな。そうそうが多いじゃない。あそうなんだ。っていう、まあ、結構ね、うん、あの近隣にいなくなっちゃう方が多いらしいんですけど。そう東京に住んでる意味がない、まあ、リモートだから田舎の方に。あそうだよな、はい、どこにいたっていいんだもんな。う、ね、うん、うん、そうそうっていう人が多い中、うん、なんと、うん、帝国ホテルが、うん、帝国ホテル、そう3月15日からサービスアパートメントを始めるそうですよ、うん、え住んでいいの。住んでいいの。え一泊、すごくない？一泊いくらじゃなくて。一泊いくらじゃないの。あ、そう。うん。まあ短期滞在っていうのもあるんですけど、まあ、まあ、5日ぐらいかららしいんだけどね。うんうんうん。でもね、月丸々いても、すべてホテルのサービスを受けられてよ。うん。24時間。うん。わがままも聞いてもらって、すべて全部お掃除もしてもらって、しかも中のフィットネスとかプールとかサウナも使えてよ。うんうんうん。都内のタワマンより安いの。あ、家賃っていうか、その、月額？そうです。まあ、そうです。まあ、広さでちょっと変わるんですけど、あ、そうだな。まあ、だいたい月36万ですって。へぇー。ちょっと。まあ、帝国ホテルにそんなにいたらそんな金額で済まねえからな。いいよねー。住所、帝国ホテルになるんだよ。へぇー。住民票。今なんかさ、そういう何、うん、いわゆる高級ホテルっていうかさ、そういうところがこうビジネスホテルがやってるようなさ、うん、もうそれこそテレワークで使ってくださいとかさ、うん、そう東京なんかあの終電が早くなっちゃったもんだからさ、うん、夜の10時とか12時とかのチェックインでさ、うんうん、一泊泊まれるとか、それプリンスだったかな、うん、もうやってるっていうからね。いいよねって言ったら変ですけど、うん、あのそうやってこうどんどん生き残っていかないと、うん、新しいサービスをこう、ね、考えてもらって、まあ、こちらもいいし向こうもいいしっていう、うん、あの関係性っていいよねって思いました。生き残りが本当に大変なんだな。やっぱな、いや大変でしょう。やっぱ来ないんだな。そりゃだって、うん、開けとくよりいいですよね。そりゃそうだよな、うん、いっそのことあのうん、コロナで、ね、中等症とかになった人入れたらいいんじゃないか。そしたらお金にならないんじゃないの。どうなんだろうね。それ国が借り上げんだからさ。ああそうか、まあ、でもそしたらさ、うん、あの従業員の人は働けなくなるわけじゃないですか、まあ、そうね。それに見合うかどうかは別としてもさ、まあ、そうだよね。今入るとこないないっつってんだからな。まあね、うん、あのそれも困ったよね。はるみのさあオリンピックの選手村とかさ、うん、いやそうだよね。あそこってどうなってるの今。いや何もない、まあ、言ってみれば廃墟だよ。えとりあえずそこに
お泊まりさせたらいいのにね。と思うけどな。まあ、なんかあんじゃない、やっぱり。うん、まあ、あれ、オリンピック終わったらもう買ってる人もいるからな。ああ、そうか。あそこに住むためにな、ね、買ってる人もいるし。まあ、なんかすごいキャンセル出てるらしいですね。いや、そりゃそうだろ。だって事情が変わったからな。そうですよね。それでおまけにあそこを待機する場所に使うなんて言ったら、ますますキャンセルが出るかもしれないから、あれなのかもしれないけどな。でもまあ、それで困ってるわけじゃん。だって、病院に入れなかったりさ。いや、そうよ。で、亡くなる人もいたりするわけじゃない、うん、ねえ、そしたら、ちょっとぐらい選手村に入れてあげたらいいのにね。なんかな。だから、そういうところに入れて、まあ、その、つく看護師さんがいないとかさ、医者がいないとか、いろんな問題があるから、簡単には言えないけど、まあ、生き残りをかけてる、そういうホテルの努力を見てるとさ、なんかもっとやることあるんじゃないかなと思うな。そうですよね。まあ本当この1年間、コロナの話題ばっかりでずっとやってきちゃった感じが割とするな。まあコロナの中いろいろネタ探しも大変でしたけど、まあそれは大変だよな。コロナ絡みでなんとか、まあいい方向に行くような話題をできるだけしようと思ってな。そうですね、まあそういうの探してきたけどな。うん、まあ、コロナになってからはとにかくコロナ中心のニュースばっかりになっちゃったよ。そうですね、まあ、しょうがないけど、ちょっともう、まあ、ワクチンもそろそろ打てることだし、うん、そうね、どうなるか分かりませんけど、うん、あのね、ちょっと明るい話題欲しいね。そういう方向に進んでくれるやな、うん、そうだ、そういう拉致問題が進んでくれればさ、そうよ、俺やらも再開が早くなるかもしれないよ。そうですよね。うん、いや、それまではあの YouTube 聞いていただいてね。そうそうそう、あの1回から今何回？今何回で、ね、今日はね119回ですね。119です。この放送119。はい。これいい、なかなかいい番号じゃん。そうですね。うん、119番。なんか一つ足りないっていうね、私たちみたいな。まあいいんじゃないの？いいんじゃねえか。感じでいいですね。YouTube で、はい、まあ、いろいろカットされてるとこもあるかもしれないけど、ちょっともう一回みんな聞いてもらえばさ、うん、はい、まあ、そのうち帰ってくるよ。そうですね、うん、あとあの私あのカバーは読めませんので、あ、皆さんにリクエストしていただいて。あ、それいいじゃんね。はい、あのなんとなんと旅集もリクエストが来たんですよね。お、本当、はい、必殺のタララタラタタタタタだな。そう、これはちょっと気合い入れようかと。あ、そうだ、たずにその時はカラオケ作ってください。あ、分かった、私用のかっこいいの。分かった分かった分かった、うん、ということでな、皆さんに本当お世話になったけど、そうです ね、あの、うん、この2年ちょっと聞いてくれて本当にありがとうございます。ありがとうございました。励ましもたくさんもらったしな。そうですね、ありがたかったね。あったんだけど、うん、ちょっとの間、うん、北朝鮮に向けて、被害者に向けて頑張りたいと思うので、はい、しばしのお別れですね。そうだね、はい、ということで、それでは皆さん、またね。普通にユミネの俺がやらなきゃ誰がやる。この番組は全ての日本人拉致被害者救出のために活動する特定失踪者問題調査会の提供で、札幌ラジオワンダーストレージ FM ドラマシティをキーステーションに、秋田コミュニティ放送鶴ヶ FM ハーバーステーション、米子だらず FM、 FM 出雲をネットしてお送りしました。街の日が